目を閉じれば億千の星一番光るお前がいる初めて一瞬になれたよ夜空へ響け愛の歌大親友彼女の連れ美味しいパスタ作ったお前家庭的な女がタイプの俺パスタ作ったお前パスタ作ったお前パスタパスタパスタどうもファディです。今日も初期的やっていきましょうということで皆さん最近ねネットで炎上しているという話を聞きまして怖いなと思っております。ね、人権はね誰にでもあるっていうお話でございまして、はい、なんか170センチ以下の人は実権ないですみたいなことを言っちゃった女プロゲーマーの人がいるっていうことで炎上してるみたいなんですけども、よくないですよね。やっぱね、まあ、170センチ以下の人好きじゃないっていうぐらいで終わっとけばいいのものをこう人権ないとか言っちゃうからダメなんですよね。まあね、怖いなと思いました。そういうね、こうやっぱりね、大学行っても不快に感じるようなことは言っちゃいけないなと。だからウーバーの人に言ったみたいな、ウーバーイーツに来てくれた人が、そう、なんか170センチ以下だったみたいな。あ、もう今日ウーバー頼んだんですけど、すごいね、ありがとうって思いながら頼みました。はい、美味しく食べました。パスタじゃなかったんですけどね。パスタではないんですけど、食べました。はい。右試験ってここら辺からちょっと難しいんですよね。一回引いて、飛車に当てて、で、これもまた寄って、もうとにかくね、飛車、これで取れるんじゃないですかね、飛車は。で、お相手の方は、この歩の拠点に銀とか打ち込んでくるんですかね。そして飛車を取るか、でも一回は生産してからですか。で、歩成り同飛車まで行って、ここで金、あ、金なら一回下まで引きますか。まあ、角打たれるんですけど、多分、それで寄っといて、でここで角当たりなんで、どうするかですね。うん、これで一回取れば、だいぶ、うん、これも一回逃げてね、飛車を取らせる場所をどうするかですね。これでもう飛車紐ついてるんで、強者なるか、って感じですね。で、金逃げる。かとかですね、気に入ってくるんだったら、うん、飛車は一回下ろす場所注意ですね。下ろしてこの後どうするか、取って取ってで、うん、馬がね引けたらいいですよね。ここは歩で折り返してというか、うん、攻めが遅いので金上がり、うんうんうん、じゃあこの辺で一回馬引いて、まあ、銀にも当たってるんですけど、うん、筋これはもう無視して攻め合いですね。と金取った手がね、と金が遅いなと思うんで、これはもう金、2に金からばらして積み筋入っててもおかしくないんじゃないですかね。同銀と取ればもう馬バッサリ切っちゃって、同玉に金で一見竜で上がったら血流の筋で詰ましに来て、やった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 よ。将棋を勝ち抜くのはまだまだ、これはパスタ作ったお前が目に浮かぶパスタ作ってよ。ありがとうございます。はい、ということで、こうなって、まあ、右試験で裁き合ったら、お相手のね、壁銀が、こう、当たっているという状況に持ち込みたかったので、うん、この歩もね、良かったかなと思います。お相手の歩打ちを、こう、無視して、攻め合って、金で送って、送りの手筋ですね。うん、同玉に一見竜と。で、下から角打ってばね、次は、詰んじゃうので、お相手の方は上がるしかないと。上がってもね、こんだけ持ってれば、詰みますね。桂打ちから銀打ってって感じですね。うん。という感じでございました。はい。皆さんもね、まあ、炎上ってことじゃないと思いますけど、普段の会話とかでね、ふとね、こう、言った言葉がね、すごく波紋を広げてしまうようなことがないように、普段からね、こう悪いことは言わないようにしましょうという話でございました。はい。じゃ今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ファディでございました。またねー。